どうも、はずむです。本日はこちら C のオーバーサイズカノコティについてご紹介していきたいと思います。はい、ということで以前こちらの動画でご紹介した C のオーバーサイズティーになります。ブランドの説明に関してはこちらの動画でしておりますので、まだ見ていないという方はぜひご覧ください。で、こちらのオーバーサイズティーなんですけども、かなり肩の落ちるドロップショルダーの T シャツになります。メンズの一般的な T シャツはだいたい肩幅が40センチ前後なんですけども、こちらは60センチあるので、袖は肘が隠れるぐらいの極袖になります。で、そもそもビッグ T の魅力って何なのかというと、もちろん流行りのアイテムなのでコーディネートを今っぽくできるっていうのもあるんですけど、僕は華奢な人でも体格のいい人でも似合う着る人の体型を選ばないっていうところが一番の魅力だと思います。またサイジングが大きめであることで1枚できても様になりますし、ジャストサイズの T シャツに比べると直接肌に触れる面積も少なく風通しがいいので、これからの季節に本当にぴったりなアイテムだと思います。そしてこちら素材にはポロシャツによく使われるカノコ編みの生地を使用しています。カノコ編みは表面に凹凸があるので肌への接地面積が少なく涼しいという特徴があります。厚さはコットンニットのような少し厚みのある生地なんですけれども、カノコ編みにすることで汗をかいてもベタつかず通気性にも優れているというバランスの取れたアイテムになっています。タイトルにも書いたんですけど、厚みがあることで1枚で着ても肌が透けないというところも嬉しいポイントです。色はこちらのホワイト以外にチャコールもあって、お値段は7000円になります。お店によってはすでに売り切れてるというところもあるみたいなので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。はい、ということで本日は C のオーバーサイズカノコティについてご紹介いたしました。少しでも参考になりましたらぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。 Twitter、Instagram もやっておりますので、そちらもぜひフォローお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。